はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は京都府京都市東山区の丸山公園にやってまいりました。パンチ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 ということでね、ちょうどそこの交差点がですね、八坂神社の前で市場通りとですね、東大路通りの、ね、交差点ですね。でずっと来ましてですね、ちょっと入ったところにね、丸山公園のね、入り口がありますね。これがですね、あの八坂神社ですね。祇園祭りで有名なね、八坂神社ですね。でその横にあるね、公園が丸山公園になります。これがね、マップですね。八坂神社のね、横ですね。東大路通りと、市場通りとね、交差点のところですね、今ね。じゃあね、今からね、散策していきたいと思います。ちなみにね、あの千代院もね、すぐそこですね。だから千代院と八坂神社の間にあるね、まあ、本当に祇園のあのど真ん中にあるね、公園ですね。ここからもね、八坂神社に、ね、入ることができますね。まあ、八坂神社はね、別途ね、映像を撮ってますんでね、まあ、それをね、参考にしてもらえればというふうに思いますね。まあ、朱塗りの社殿がね、すごく美しいですよね。ここにいくつかね、あの食事どころがありますね。これは豆腐屋さんですね。湯豆腐がね、食べれるみたいですね。あ、猫がいますね。かわいいですね。あ、こっちもね、湯豆腐の店がありますね。京名物、芋棒ってありますね。茶色の便利のマシンがありますね。ここからもね、
八坂神社にね入ることができますね。巨木がねそびえ立ってますね。まあ、ここはねあの桜の名所でもあってね、春はすごくねあの花見客でね賑わうところですね。OK って書いてありますね。ラジオ塔の由来って書いてありますね。昭和7年ですから1932年か、京都放送局開局の際にラジオの普及のために作られましたと。あ、ラジオ体操ねこの前でやってたわけですね。ラジオ塔ですねこれね。 JOOK っていうのがおそらくラジオ局の名前ですねこれね。戦争中は資材を供出しましたが、戦後にねまたね修復されたわけですね。確かにここねすごく場所がねいいですからね、人もたくさん集まったと思われますね。ここはね、あの外でね、あのお茶とかをね、コーヒーをね、飲むことができますね。すごい人が来ますね。富士地区なんかいろいろね許可がいるみたいですね。この広い範囲にわたってね富士地区にね指定されてますね。今ねここにいますね。こっちがね強いんですからね、こっちの方行ったら強いんですね。で後ろがね、これ八坂神社ですね。ラジオ塔がありましたよね。まあ、本当ここはね人が多いですよね。でここにね音楽堂がありますね。道元禅師の碑もありますねこれね。でここにね、あの大谷祖廟っていうことでね、お墓がありますよね。あ、チャンスがね。
ごい人が多いですけど、学生でしょうね。でここはね、日本庭園になってますね。すごく美しいですね。ここに藤棚がありますね。結構でかいですね、これね。これ、ね、ちょっとしたね、小川みたいになってますね。まあ水量は少ないですけどね。すごくこう、涼しい感じがしますね。丸山公園、修復工事。この池がね、結構美しいですね。この橋がね、すごく趣がありますね。注意、ああ魚を取ったりしないでくれってことですね。こっちもね、結構売店とかありますね。非常にこうトゥアリスティーなね、この公園ですよね。甘酒とかね、ありますね。あ、おでんとかもあって、食事もね、できるみたいですね。これね、坂本龍馬のね、あと、中岡慎太郎のね、像がありますね。歴史的風土特別保存地区に、ね、指定されてますね。
こにもね食べるところありますね。京料理ですね。ここからちょっとね、木が多くなってね、人がちょっと減るんですね。大谷祖廟のね、北門がここにありますね。この参道がすごくね、綺麗ですね。長楽寺ですね、これね。1805年にね、桓武天皇の勅命によって最澄会稽として創建されたと。長楽寺っていうねお寺がありますね。京料理のねお店がありますね。ほんと食べるとこね多いですよね。京都鹿ですね。緑の風に色は生えて香る都の花の宴。サーミの由来、ジャパニーズクイズインですね。サーミ、ここに宿がありますね。で、ここに神社がありますね。
今ちょっとね季節がね中途半端ですからね、まあ、秋がねもうちょっと深まるとね紅葉も綺麗だと思われますね。お宿喜中庵、東山鳥獣保護区区域図。石灯籠がねありますね。結構大きいですね。猿滑り、ということでですね、今回はね、京都市東山区のね丸山公園をね散策しました。まあ本当にあの場所がね非常にいいところにあって、あの八坂神社のねちょうど後ろですね、まあ桜が綺麗ということで、まあ春はもちろんね、まあ、こういった感じで
坂本龍馬のね像とかもあったりするんでね、まあ、ぜひねお時間あったら散策されるのもねよろしいかと思います。